絶対に被ってはいけない24時間クラウン最終戦いよいよ開催です。フラグが今自分で立てたよね。でで、アミ君、アミと俺がアウトになるってことは誰か一人道連れになってる。そうだな、やめて巻き込まないで。というわけで美食家たちが集ったこのクラウン、メニューを全部食べきればいいね。いいね、全部食べよう。そうだよね、お腹空いた。そう、お腹空いてきてるから俺たちも。よし、頑張っていこう。しゃほっしゃ、出すぞ。まずさ、初手特殊カードっていうのがね。そうだね。いや、これ後で説明するけど、このカード最初にゲットしても意味ねえんだよ。その通り。そうだね、文字読んだらそんな感じだね。行くぜ、せーの、バイ。おーい、出てアミくん、カムイ、アウト。わーい、わーい、すいません、水ください。おかわりお願いします。今多分ね、ホールの奥の方でね、ざわついてる。あいつら水しか飲まねえな。また来てるよ。もうピッチャーでいいんじゃないってなってる。あそこはもうピッチャーでいいんじゃないってなってるから、さすがに。おーし。もう。あ、そして、カラフィがゲットした、トレードは、誰かが持っているカードと1枚、このカードを交換できる。カードなんだけれども、まあ、初手だったので誰もカードも持っていないので、なぜ取ったし。ひよった。まあ、かぶらなそうだよね。そうね。唐揚げだけにチキン出たぞ。大丈夫なんです。どうしよう。行くね。さ、結構似たようなメニューが並んでるんだね。いぜ、せーの、はい、おいよ。何なの、仲良しなの。ある意味仲はいいな。なんだよ、やっぱりね、舌が肥えてくると、うん、狙う料理にかぶっちゃうんだよ。そういうとこなのかな。俺たちも食いすぎたか、美味しい料理を。わざわざ集ってくるぐらいだからね、レストランに。何ゲラゲラ笑ってんだよ。だね、譲り合いの精神のつもり望んでるはずなんだけどね、こうやっぱお互い美食家だって分かってんだからさ、食べてほしいなって思いがちょっとこう裏目に出てるな。じゃあ、あのカムイは譲ってくれれば。そうだよ、噛めないで、絶対噛めない。分かった分かった分かった、分かった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 、絶対噛むんだよ。絶対噛むんだよ。言ったかな。プレッシャーかけるんだよ。あ、よっしゃ、さあさあ、いやあ、読むぞ。俺はこれでいこう。まあ、読みすぎるとまたね、仲がいいからさ、俺たち。これだ。せーの、はい、よっしゃー、やった、読んだ。おい、空気読めよ。俺は譲ったぞ、今回は。そうね、うん、みんなに後で渡すために調味料取ったの。調味料取ったの。取ったよ。水に入れるんけ。水じゃない。これからみんなほら、ね、料理取って。塩水に。生理食塩水作ったったんじゃ。海行け、海。特殊カード調味料は、あの4種類のフルコースのうち、1種類に変化できるカードなので、まあ、フルコースあと1種類揃わないなって時に調味料で、その残り1種類に変化させると。道は険しいな。あと3枚手に入れないよ。入れよ、これに手出すの。そうだ、俺は鳥のフリカッセを。え、めっちゃおしゃれ。おお、シャンティ。フリカッセってなんだ。なんかふ、あれじゃない、ふる振ってんじゃないか。フリカッセ。鳥をめっちゃ振ってんじゃん。俺たち美食家じゃねえじゃん。絶対行ったことねえじゃん。この会話が完全に語源日本から取ってるかもしれない。柔らかくしなきゃいけないからね。そうだね。そうそう、鳥だから。いや、美食家であるがゆえのよ。何がよ。何がよ。もうだって
振りかせの手つきが美食家じゃなかったタイのゴマすりだったんだよ今上司に絶対振りかせしてた上司に振りかせおし行くぜよしあーこれはちょっと悩みどころだね。マジでこれ難しいよ前科があるからな悪いことしたのせーの勝利したおい前科持ちおさっきも同じだったじゃん見覚えあるもんね見覚えあるじゃんもうここ本当にって感じだわうるせえ席なここ食事の席じゃねえぞ焼肉屋よりもうるせえお客様って言ってにしては何も食べられてないんだそうだね今空の皿が置かれてるからちょっと新しい皿に変えますねって書いただけもう俺は決まってんだあ全部スープ系だろこれあ本当だ、うん、おいやこれだなせーのおいしょえ唐揚げ何マジで悪意あるよねこれ邪魔してくるこっちのメリフだよ悪意あるよいやだってかぼちゃ美味しくないいやいやおかぼちゃ美味しいけれどかぼちゃ美味しい美味しい分かるよ、うん、食べたくなるでしょ分かるんだけどすぐ真似して本当にまあ気が合うとそうなんだよ、ま、だ俺も唐揚げ好きだけれど何のアピールやべえなマジでえちょっと話し合おうそうだね一回深い会話しろ協力芸人だって